お前何しにここに来た？ああ、おら海王様に修行してもらおうと思って。修行？とっとと帰れ。あんな面白いシャリを聞いて笑えんやつは性格が悪い。そんなやつに修行などしてやるもんか。ああ、面白いや。さすが海王様だ。おら、こんなにおかしいの初めてだよ。だろ。気づくの遅いんだけど。修行してくれんのか。修行か。してやってもいいぞ。ほんとか。ただし、はい、テストに合格したらな。このギャグの天才である海王様をシャレで笑わせることができたらだ。オラがシャレをか。おじけづいたか。相当なレベルのシャレでなければこのわしは笑わんぞ。さあどうだ。どうやら無駄なようだな。だったら諦めて帰れ。布団が飛んだ。へえ、布団が飛んだって。もう一歩だ。猫が猫なんだ。鉛筆が2鉛筆。いやあ、笑った。海王様が笑った。お前ただもんじゃないな。さてはプロだな。いいだろう。修行してやろう。教えてやるぞ。最高のギャグ王だ。ギャグはいいからさ、武術を教えてよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。